小岩岩木は、品濃国安住郡省、岩岳、現在の長野県安住野市にあった、日本の城。安住野市指定史跡。中世西那市所流の古間屋市が領有していた、安住群穂高有明の古間屋号に、大令2年、西那政国が築城した。黒人領主の西那市は、品濃国主号が笹原市とは、構想を経て悲観化した経緯があり、 進化にあっても、小笠原氏を警戒する狙いがあったものと思われる。天文年間、武田春信は、信濃への進行を開始。天文21年8月、武田軍は3000人の兵で500人で守る鯉は、岩きを攻撃した。上司の西無氏所流、小は森地下は3ヶ月にわたる、牢城の末自陣した。永禄四年には、西無氏宗家も滅亡する。 その後、小岩武一隊の元々の領主である古間屋氏は、武田氏に従った。天正十年の武田氏滅亡後は、上杉影勝配下の市川信房にあてがわれたが、後に、小笠原上京が、丘陵に復帰し、古間屋森勝も、小笠原氏に従った。しかし、天正十一年、上杉方に通じて、小笠原氏に逆信を企てたという理由で、 成敗された。小岩岩城はこの時点で、古間屋市居城の古間屋城と共に廃城になったと思われている。現在、城は小岩岩城市公園となっており、猛疑門、矢倉を模した展望台がある。城の遺構は山城だけではなく山麓にもある。ありがとうございます。